連合軍の新たな戦力として異界に現れた頼もしき軍師カクカ。そこへ敵勢が大挙して襲来、不利な状況での開戦を余儀なくされるも、二人の顔に焦りの色は微塵もなかった。希代の名軍師がどんな手で劣勢を覆すのか、期待に胸を躍らせて戦場へ臨まんとする元就の傍らで、カクカはすでに勝利への道筋を描き始めていた。あれに見える荒法師はまさしく武蔵坊弁慶、歴史に三千と名を残す軍略家が相手とは、いやー参ったね。参ったと言いながらその顔。それはそうだよ、これはもう名勝負の予感しかしない。見渡す限り花がないのは仕方ないことだからね。そう見えてしまったなら私も大人げない。彼らには早々にお引き取り願おう。義経と弁慶だったかな。彼らのような猛者には奇襲が効果的だろうね。そうだな、まずはこちらに敵の目を向けよう。その隙に北から奇襲をと思うんだが。それなら奇襲役は任せてくれるかい。かの名軍師カクカ殿の策を堪能したいからね。さてこちらは陽動をはじめ、まずは義弘殿、前に出て相手を引きつけてくれるか。俺が行こう、任せてもらおう。かかってこい。覚えておけよ。その豪遊、あやかりたいものよ。俺が行こう。俺が出よう。さあ、相手になるぞ。負けろ。覚えておけよ。大変だ。死なずの突撃、見よいや。気に入らないね。次は超か。得意の術を使って敵の目を引いてほしい。我が天罰を下してやろう。ているだけで楽しくなってくる。任せてもらおう。俺が根本に飲み込んでやる。今こそ天罰を下さん。戦場が火獣どもで満ちている、はい、悪魔。悪い酔いで見る原因かな。
何にせよ凄まじい術だね。厳しいか。まったく面倒だ。俺が出よう。陽動は成功だ。さあいよいよ元成殿の出番だ。パイロットの者もなかなか。またお前と戦える日が楽しみだ。頃合いのようだね。奇襲部隊を動かすとしよう。カコール出会ったことを後悔すると。いや君を見ていると飽きないね。さあ相手になるぞ。万来一人かかってこい。かすかな火種の匂い。気のせいやもしれぬが確かめておくにしかず。大眼落。大眼落。必死もやはりな。暴心たる刑が好みそうなことだ。任せてもらおう。やれやれ、見破るなら君かなとは思ったが、悪い予感が当たってしまったか。虎の怒り、怒り受けてみろ。おとなしくするんだろ。えい、おりゃ液晶が打ち取ったの。これで偵察隊から情報が漏れることはなさそうだ。とはいえまだ油断はできないね。あなたならと思っていました。きっと気持ちのいい風を吹かせてくれるとね。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。はい、休むな。俺が行こう。あなたの豪遊こそ天下無双ですね。俺が両方一緒に会った時覚悟しろよ。そろそろ奇襲部隊も本陣に近づいたかな。それではこちらも動き始めようか。あくまでこちらは余裕、怪しまれない程度に。敵本陣に近づいたけど、相手はかの源義経だ。希代の戦上手が無策とは考えにくい。任せてもらおう。俺が行こう。私は勝負式。
選ばれし者だ。相手をしてやるならありがたく思えない。一挙やるか。やはり絶好の場所に伏兵を置いていたか。私は今あの義経公と戦っているんだね。見当違いにも程がある。この私の策に絶望した上での上事か。さあ、あとは本陣を残すのみだ。義経公に奇襲を仕掛けるなんて心躍るよ。いや、君を見ていると飽きないね。俺が出よう。何？奇襲だと？活目せよ。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。源の九郎義経、これにあり。任せてもらおう。元なりで素晴らしいね。あなたに奇襲を任せて正解だった。英雄孫孫の信頼熱き軍師に褒められるなんて、この感動を今すぐ書き記したい気分だよ。改めて協力に感謝するよ元成殿。あなたの働きは見事なものだった。これも角家殿の優れた策あってのことさ。実に動きやすい戦だったよ。無事に追い払えたようだね。私は角家殿の指示に従っただけだ。いいね、謙虚な人は好きだよ。せっかくの申し出だけど遠慮させてもらうよ。鮮烈な喜びとともに勝利の美酒を味わえるのは今。この興奮を書き残せるのも今日だけだからね。はあ、こうしてはいられない。仕方ない、元就殿は諦めよう。うん、やったな。うん、上出来だな。世にはびこる悪を討ち、正義を示す。行くぞ、俺が行こう。政宗殿、俺が出よう。わしは天下を取ると言えた。いつの間にか悪党大臣にすり替わっておる。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。この馬文記、何者にも屈しはせんぞ。策の練り直しだ。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。受けてみろ。お相手
私の知力が破れようと。一挙やるか。さすがは戦功者にあらせられる。我が策では止められなかったか。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。あっぱれなる勇士よ、褒めて近し。わしの主治に繰りに加わるがいい。俺が出よう。俺が行こう。ああ、いやだって言ってるでしょ。私そんな安い女じゃないの。やつ好き勝手しよって。乱世を治めるには打たねばなるまい。わしの前に立つか。ならば死ねえ。よし、この調子で悪を蹴散らそう。うむ、まあ奴はわしの天下には不要。これは互いの利害が一致した結果よ。トレタルン投資に発表せよ。戻れ、策の練り直しだ。今こそ攻め立ててやろう。私が負けただと。待て、構わない。任せてもらおう。貴様は聖祭ではないか。いかがした。酔った父上たちが暴れている。私一人手に負えなくて。酒は飲んでも飲まれるな。迷惑をかける悪の酔っ払いを止めねば。もっと酒を持ってこい。何だおめえら。宴の邪魔をするとは不粋だな。おとなしくするんだ。酔いざましにちょうどいい。壁に暴れてやるぜ。みんな牙を向け。はいはい。悪の酔っ払いにも困ったものよ。俺が出よう。いかん、わしが馬上の勢いに飲まれておる。安兵衛はまた仕事を投げ出して。まったく、どこへ行ったのか。あの、少しいいかしら。四条殿と半兵衛殿を見かけなかった。またどこかで怠けているみたい。一緒に探してもらえれば助かるのだけど。
敗北というのもなかなか多い。またお前と戦えるのが楽しみだ。おお、こりゃ昼寝にうってつけの場所だな。でしょ、しばらくここで休んでいこうよ。あれ、馬長さんたちの昼寝。お前たちが寝ている陰で困っている者がいる。その怠慢食い改めてもらうぞ。兵は久しきを尊ばずっていうし。じゃね。降参降参と。じゃ、またな。二人を捕まえてくれたこと感謝する。さあ、もう逃げられんぞ、ハンベル。政宗殿、正義を貫くと爽快な気持ちになるな。おう、ってやはりおかしいわ、バカめ。これではただの人助けではないか。この戦場に破滅と破壊をもたらす。現れたか、破壊神。これぞ巨悪、我が正義の槍で貫いてみせる。なぜここに奴が。まあよい、わしが終わらせてくれるわ。我はオロチであって、オロチにあら打ち取ったぞ。世界の意志に従い世を滅ぼす者。おお、幻影の破壊神など敵ではない。サジ、もっと出してやってくれ。よりより、神の気まぐれには困ったもの。破壊神があんなに。先ほどのも幻影じゃったというのか。どうやらゼウスたちの仕業のようだ。たとえ神といえど、東京を許すわけにはいかぬ。政宗殿はまさに正義の人だな。お前ならきっと。おお、幻影の破壊神など敵ではないか。サジ、もっと出してやってくれ。やれやれ、神の気まぐれには困ったものよ。俺が行こう。破壊神があんなに。先ほどの幻影じゃったというのか。どうやらゼウスたちの仕業のようだ。たとえ神といえど、東京を許すわけにはいかぬ。今こそその鎧に恥じぬ見事な武者ぶり。さすがは金馬長よ。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。任せてもらおう。なんあの宗岸は始まるがいい。
注目せよ。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。貫く人間の力、凄まじいもの。さあ、次はわしが直々に相手をしよう。気まぐれな神を止めれば、何をするかわからん。従うのが得策であったのだな。貴様ら、悪ふざけの大概にせよ。わしが正義の鉄槌を下してくれるな。お前と戦えるのが楽しみだ。攻めでも引くも小さくて。あっぱれなる勇士を褒めて使わす。正義を貫く人間たちを楽しませてもらったぞ。諸悪を正し、皆には感謝された。政宗殿、これがお前の目指す天下なのだな。うん、こういう天下も悪くはないか。やったな。